はい、皆さん、こんにちは。え、ゼッかです。それでは今回なんですけども、2020年総集編1年間であったキャッシュレスやお得に関する情報総まとめということで、今回は2020年で起きたキャッシュレスやお得に関する情報を簡単にまとめてみました。まあ、キャンペーンとかに関してはもう終わってるということもあって覗いています。あーまあ、こんなのあったなーみたいな感じで、ぜひですね、見ていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、早速ですね、2020年キャッシュレスお得ということで、今回まとめさせていただいたのは、1月、2020年の1月から12月までの間にどんなことが起きたのかということをですね、簡単にまとめてみました。早速、順にお伝えしていこうと思います。まず、1月なんですけども、何が起きたかと言いますと、じゃんオリガインペイいく <music> ということで、こちらですね、まあ、かなり年始から本当に話題になったと言っても過言ではないと思うんですけども、 1>, 1月、2020年の1月23日にメルペイがオリガインペイを買収したということで、まあ、かなり話題となりました。いや、これ本当に見たときびっくりしましたね。まあ、オリガインペイが使えなくなったのは結構後々ぐらいになったんですけども、もうこれぐらいからカウントダウンが始まりましたよということでした。まあ、オリガインペイのね、特徴といえば、吉野家に多分初の QR コード決済が導入されたときに、確かオリガインペイが一番最初だった気がします。いや、結構これ本当に最初衝撃的でしたね。もう本当にペイペイとかが先に来る かと思いきやオリガインペが結構早かったのでここは本当びっくりでしたであとは決済後の即時割引っていうのはかなり魅力的でしたね他のまあコード決済であれば 例えば、決済した後に、ポイント還元という形で戻ってくることがあったんですけども、そうではなくて、オリガインペイの場合は、銀行口座とかと、例えば連携してたら、普通に口座からその即時引き落とし、かつ、確か何割引かちょっと忘れてしまったんですけども3、3%とか5%とかだったかな。それが決済した直後に割引かれてるという方だったんで、ここがね、魅力的だったんですけども、この買収が決まって、オリガインペイのサービスが終了したということでした。やっぱりあの、決済本とかも良かったですね。あの、近未来的なね。ってことで、1月で ございました。続きまして2月ですね。2月は、ここも結構話題になりましたね。三井住友カードの新デザイン発表ということで、元々ですね、こちらが従来の三井住友カードで、まあ特徴といえばやっぱり真ん中にドーンと出てるパルテノン神殿がすごい特徴的で、まあ結構普通に見てもかっこいいクレジットカードの一つなのかなという風に個人的に思っておりました。で、それがですね、確か30年ぶりに一新ということで、このデザインが本当に絵に描くごとにもうガラッと本当に変わりました。まあどんなデザインかと言いますと、 じゃんということで、もうパルテナのシ殿ンでどこ行ったというような感じで、まあ見た感じでちょっと画像画質が荒くて申し訳ないんですが、まあかなりシュッとしたデザインというんですかね。もうデザインというよりかは、ちょっと今風なカードを表しているようなところが特徴かなと思います。 今出てるこのカードに関しては三井住友カードのまあ通常カードというんですかね。まあこれが普通の三井住友カードで他のカードに関してもほぼほぼ同じデザインで色が違うぐらいというところですかね。このカードの特徴っていうのはもちろんタッチ決済とかお名前が出てるのもそうなんですけども、この裏面の部分ですね。もうあの、クリジットカードの番号が左側のところに並んで出てる。そして有効級も出てるっていう感じなんですよね。 ま、この三井住友カードがきっかけで今後出てくるクレジットカードとかも結構裏面にカード番号であったりとか、ま、そういったところが結構特徴的になってきてる傾向ではあるかなと思います。 で、続きまして3月ですね。3月ですね、ちょっといろいろ調べたんですけども、いろんなキャンペーンを開催されてたんですけども、何かしらのなんか情報が出たっていうのは特になかったので、今回は特になくしにしました。で、続きまして4月。4月はね、ここはもうかなり大きかったです。キャッシュカードの利用開始、プラス BVLPC っていうのは、ビザラインペイクレジットカードの略ですね。勝手に略してます。元々ね、キャッシュに関しては、この青い、結構プラスチックのカードだよね。本当にちょっとチープな感じだったんですけども、こちらもデザインが一新しまして、 じゃんということで、かなりね、かっこよくなったカードということで、本当にプリペイドカードの中では最強って言っても過言ではないぐらいね、機能性も重視したいい感じのプリペイドカードとなっております。で、カードの特徴として IC チップであったりとか、まあ、タッチ決済が導入されたっていうのは、ここはかなり大きいですよね。で、さらにカードの裏面にも番号が記載されてるという感じなので、これ本当にプリペイドカードかよっていうぐらいね、まあ、還元率も1%で高く、 発行手数料かかるんですけども、それ以上の価値はかなりあるのかなというふうに思っております。他のクレジットカードと連携して使えるところもかなり魅力的ですね。そして、ビザ9ペイクレジットカードなんですけども、発行当初はね、この2種類のオリンピックデザインのカードが発行されました。僕が持ってるのは赤い方ですね。 で、カードの特徴としてもちろんタッチ決済もありまして、裏面にカード番号が出てると。で、LINEPay を使ったら、チャージペイと言いまして、わざわざ LINEPay にチャージをしなくても、このクレジットカードと紐付けていれば、チャージスプラス、支払いもできるっていう、かなり優秀なカードとなっております。で、ちょっとここには出してないんですけども、2021年の4月いっぱいまでは、脅威の3%還元というのがね、かなり特徴的なので、ここもかなり大きなニュースになったのかなというふうに思っております。続きまして5月。 これも結構面白かったですね。楽天ペース以下のサービスが開始されました。まあこれに関してはね、いつ始まるのやらっていう風に思ってたんですけども、この時に発表されて、ちょっとこちら新しい画像を持ってきたんですけども、 今現在では楽天ポイント、通常ポイントのチャージもできるという風になっております。基本的には楽天ペースイカに関してはもう Android しかちょっと使えないんですけども、まあ、iPhone でも Android と同じような楽天ペースイカが使われたら結構嬉しいかなという風に思っております。次に6月ですね。6月といえばやっぱりセブンイレブンのこのタッチ決済。これもかなり話題になりましたよね。で、これまでまあコンビニの時はまあ、セブンイレブン以外だとローソンがね、かなり早い段階でタッチ決済導入してたんですけども、やっとセブンイレブンでもタッチ決済が使えるようになりました。 のタッチ決済に関しては、例えばビザカード、マスターカード、JCB カード、そしてアメリカンエクスプレスであったりとかダイナスクラブ、こういったクレジットカードにタッチ決済の機能がついていれば、サクッと支払うことができます。今年始まってからやっぱりこのタッチ決済に関するね、キャンペーンであったりとか、やっぱあの例のウイルスの影響もあって何かに触れるとか、かなり厳しいとこではあったんですけども、それがね、こういったタッチ決済普及できるいいきっかけにもなったのかなというふうに思っております。 次に7月ですね。7月これ大きかったですね。ローソンポイントシステム変更ということで、もう今ではね、本当にもう慣れてきてるとは思うんですけども、これローソンの公式ページです。7月7日以降にポンタであったりとか D ポイントの還元率が変更となりました。時間帯によっては200円ごとに1ポイント、200円ごとに2ポイントっていう感じになったんですよね。もともと100円で1ポイントついてたんですけども、1%還元を受けるためには16時以降、 に使わないといけないであったり、結構ね、このルールが、やっと今僕も慣れたところではあるんですけども、やっぱりこの地味にこの変更はかなり痛いですね。まあ今現在はね、AUP が頑張ってキャンペーンをやってるので、それでギリ、ギリ補ってるかなっていう感じと思っております。次に8月ですね。まあ8月は大きな、なんかニュースはなかったんですけども、結構これがね、個人的には大きなニュースかなと思いまして、<laughs> マイナンバーカードに保険証機能が追加されますよということですね。 まあこちらなんですけども、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりますということで、現時点では一応事前登録は今できるんですよね。で、本格的な開始は2021年3月より使えるようになります。で、全部が全部のところで使えるというわけではなくて、なんか機材とかを導入する手間とかもあるみたいで、まあ、順次いろんな場所で使えるようになるということとなっております。 まあ、いわゆるその医療機関とか薬局とかですね。で、使い方としたら、そのマイナンバーカードを薬局とか医療機関でカードリーダーにかざすだけで使えるようになるんですよ。なのでね、わざわざどこかに行くときに保険証とか持ち歩かず、もう登録とかしっかりとできていれば、マイナンバーカード1枚だけでいろいろ管理することができるっていうね。まあ、かなりね、今後マイナンバーカードが便利になりますよ、ということですね。で、次に9月なんですけども、先ほどのマイナンバーカードに関連します。じゃんということで、マイナポイント返しということで、 ま、ここもね、大きくね、話題になりましたね。マイナンバーカードでマイナーポイントということで、まあ、どんなものか、もう皆さんご存知だと思うんですけども、2万円のお買い物をするか、もしくは2万円チャージをすることによって25、25%分、いわゆるその5000円分がポイント付与されるということになっております。マイナンバーカードであったりとか、まあ、いわゆるそのキャッシュレス決済をどんどんま、普及させていこうということで、まあ、本格的に始まったものとなっております。 で、ちょっとね、先ほどちょっと入れるの忘れたんですけども、あの、キャッシュレス消費者還元事業ですね、これも終了したっていうことで、まあ、それもあって、このマイナポイントが始まったっていうのもあるのかなと思います。 まあ、個人的にはマイナポイントよりキャッシュレッシした還元事業をもう一年ぐらいね伸ばしてくれれば嬉しかったなというふうに思ってるんですが、まあ僕もね、これをきっかけにマイナンバーカードを利用する機会というのができたので、まだまだ今後のマイナンバーカードの利便性が良くなっていくことを願う一方ですね。で、次に10月ですね。10月、ここも大きいですね。GoToEat 開始ということで、もうこのね、チャンネルを見てくださっている方であれば、もう大体の方はもう理解していただいていると思います。まあ例のウイルスの影響によって、まあ飲食店とかがかなりね、お客さんが減ったということで ともあって、そこを盛り上げようということの取り組み、まあ、いわゆるそのゴートゥーイートというものなんですけども。このゴートゥーイートっていうのは、例えば、オンラインのホットペッパーとか、グルナビを使って、飲食店を予約して、来店して、食事をして、そしたらポイントが付与されると。まあ、他にもプレミアム付き食事券っていう、まあ、お得なね、食事券が販売されて、まあ、そこでお得に飲食店で食事ができるっていうことを。まあ、この大きく二つでキャンペーンが広がってたんですけどね。本当、あの、無限くら寿司とかが本当に話題になりましたね。まあ、僕的には全然くら寿司はね。あの あの2人からしか利用できなかったので全然利用できなかったんですがかなり僕もねお得に食事ができたのかなと思います。 今、現時点では、ポイント付与自体は終わったんですけども、もうそのポイント消化、もしくはプレミアム付き食事券が使えるっていうような状況ですので、まだまだ利用できてない方はね、これを機に使ってもいいのかなっていうふうに思っております。ということで、次、11月。11月、ここも大きなニュースでしたね。キャッシュに 3D セキュア導入ということで、ここも激震でしたね。まあ、これまでね、そのキャッシュカードを使わない理由というのに、やっぱりその 3D セキュアがないから、やっぱり使わないっていう方がかなり多かったんですよね。その本人認証サービスっていうものなんですけども、 ま、セキュリティが高まる情報をしっかりと守ってくれるサービスなんですが、ま、今回はこの11月に導入されたということで、もううわーっていう風になりました。まあ僕一人だけかもしれないんですけどもまあその 3d セキュアが導入されたことによって、どんなことが大きく変わったのかと言いますと。 やっぱりこれかなと思います。各スマホ決済と連携が可能になったっていうことがめちゃくちゃ大きいのかなと思います。例えば PayPay であったりとか D 払い、そして楽天 Pay とか、まあこういったところと連携してね、お買い物することができるようになったっていうのがかなり大きいのかなと思います。まあこれを行うことによって、例えば D 払いの場合は0.5%還元なんですけども、それとキャッシュを紐付けることによって1%、さらにキャッシュにクレジットカードを紐付けていれば還元率をさらにアップすることができるっていう風になったので、そこがね、かなり強いのかな ととといいいうう風にに思ってておりますす結構ここれに関ししは本当嬉しいででよね最後12じゃんということで、ドコモソフトバンク格安プラン発表ということで、まさかのキャッシュレスではないというね。まあ、これはちょっとお得情報には関するとこではあるんですけども、ここは本当めちゃくちゃ大きなニュースでしたね。で、ドコモで言えばやっぱりこちらのアハモということなんですけども、月額2980円というね、もうめちゃくちゃ安いプランが出てきました。で、確か通信容量で言うと20ギガとかだったので、 通信会社と比較してもかなりの 激安プランが出ててきたのかなという,ふうに思っておりますで、それに関連してソフトバンクオンラインっていうね、ソフトバンクもまた新たな取り組みを始めて、まあ、同じような料金で発表しました。で、現時点では au はまだ発表されてないんですけども、確か2021年の1月にまた新たに発表があるかなというふうに言われてるので、まあ、それはね、個人的にもまた楽しみにしてるところではあります。ということで、今お伝えした内容のまとめこんな感じとなっております。まあ、個人的にやっぱり大きかったかなというのは、1月から6月までの間であれば、やっぱりキャッシュ カードの利用開始とあとビザラインペック,クレジットカードここら辺がやっぱり大きかったのかなと思いますなのでね4月は本当に色いい意味で忙しかったなという風に思っておりますで7月から12月にかけてであればやっぱ大きかったのはローソンのポイント変更ですねここも大きかったなというのとまあ、本当9月10月マイナポイントも大きいですし GoToEat も本当にいっぱい動画出しましたし 3D セキュアもであとアハも衝撃だったんで本当今年の後半はいろんな意味でたくさんのニュースがありましたねまあ、ちょっとねこの2021年もど どんな情報がまたたたた出出てててくるのか分かんななないいいんですすけども新たな情報が出てきちゃいでねままま動画にしたいなというふうにしとう思っております、まあそんなこんなで今回もね、あのー、2020年のまとめということだったんですけども、ぜひね、2021年もお得とか、まあそれに関連する情報をね、まだまだどんどん出していこうかなというふうに思っておりますんで、来年またゆずいこチャンネルはぜひともよろしくお願いしますということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 落としを